大脱水面に登場しました特選競争第11レースのメンバーです。1号艇静岡の三浦恵里、2号艇三重の篠木愛佳、3号艇東京の石井博美、4号艇大阪の落合直子、5号艇埼玉の大間宮田葵、6号艇東京の中澤博奈です。ホームが追い風、現在の風速は4メーター前後のコンディションです。6艇バック側枠なりに並んでいます。三浦入りが1号艇で登場となりました。新規では A1 復帰を果たしています。今日の前半1着をマーク、ここまで1着2着1着とさばき光ります。1号艇三浦が陰線です。2号艇篠木愛佳が2号線。今日の前半逃げて勝利、2連隊と構想を光っています。3コースは3号艇石井博美、4コースが4号艇落合直子。当地連続輸出中の相性いい水面、今日の前半2着をマーク、4走すべて船券に貢献中です。5コースは5号艇大間宮田葵、戸田のフレッシュルーキー、ここまで2勝。6コースが6号艇中澤博奈、第11レースインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。特選第11レース、1号艇の三浦入りが出ていきます。1周の1マーク、逃げる1号艇の三浦、2号艇の篠木が指す、3号艇石井がまくり出して指す、4号艇の落合、向こう正面1号艇三浦が先頭です。スタートは前提正常でした。先頭1号艇三浦入り、2番手が4番2番3番、この3艇が並んでいます。1周2マーク、トップターンは1号艇三浦、2番手4号艇落合の外を逃げていく、2号艇の篠木は流れていきます。2番手は4号艇落合が単独、上の2艇は1番4番と抜けています。3番手が接戦です。3号艇の石井、2号艇篠木が並んで、懐の5号艇の大豆宇田葵、2周1幕、上の2艇は1番と4番、3番手は5号艇が下げ取った、さす3号艇2号艇は交代、3番手は5号艇の大豆宇田葵です。5号艇の大豆宇田が3番手に上がっています。その後ろから3号艇石井が追走です。レースは2マークの旋回、先頭は1号艇三浦入り、2番手は4号艇落合直子、3番手は5号艇の大間宮田が回っていく、5号艇の大間宮田3番手をリード、先頭から1番4番5番の体系、その後ろ水が入って3号艇石井博美、2号艇篠木愛佳、6号艇中澤博奈となっています。最後のバック、今トップで抜けました。1号艇は三浦入り、2番手は4号艇落合直子、3番手は5号艇大豆宇田葵です。上の3艇は1番4番5番です。この1、4、5、3連単のオッズは 6.5 倍を指しています。きっちりと白星ゲットです。1号艇三浦入り、今日は連勝です。2番手4号艇落合直子、3番手は5号艇大豆宇田葵。特選第11レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、3番2番ゴールイン、6番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。第11レース